皆様こんにちは、リングジャケットの奥野です。検索エンジンには出てこない、ものづくりの裏側や服が店頭に並ぶまでのバックストーリーを中心にお届けする服の向こう側。今回は、今シーズンの、コートの新作をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回新しく、ちょっと襟型が変わってきてるんですけど、まあ、チェスターフィールドコートのシングルと、まあ、ダブルの、まあ、いわゆるポロコートのこの2型をまず紹介させてもらいます。まあ、毎シーズンこの辺りは展開してはいるんですけど、今回ちょっとアップデートして変わってる点としては、こちらのシングルのタイプが、ちょっと襟型が変わってます。でスーツ編の時にご紹介させていただいた、ゴージー値が少し低めになっていて、少しここもカーブしているタイプで、襟のこの上襟のこう付け方が少しこう変わっているタイプですね。で今までのコートはどちらかというとハイゴージで少しワイドラペルという形だったんですけど、少しゴージー値を下げながら、襟の作り方、前回申し上げた形でどちらかというとこうクッとここが詰まるようなあの作り方に対して、もう少しこう外に、鎖骨の部分だったりとか、このこう横に向かって広がっていくような寝ていくような襟という形になっています。まあ、なかなか雰囲気が出てきているかなと思います。まあ、それに伴って返り位置も今回少し下げていっているんで、まあ、全体的なこの襟の雰囲気が少しあの去年までとは変わってきているかなと思います。まあ、前回は、もうちょっとこうモダンな感じの意識が強かったんですけど、まあ、スーツ編でもお伝えした通り、少しこうクラシックな昔ながらのこう襟型を意識したタイプになります。まあ、ただステッチワーク自体はこういうちょっとこうダブルステッチで少しこう表情のある形に仕上げていってるんで、非常に味のある仕上がりになってるかなと思います。まあ、大体こうこの辺りのステッチもこうシングルでいく場合も多いんですけど、まあ、よりこうハンド感というかこう味のある雰囲気を重視したかったので、まあ、シンプルなテスターではあるんですけど、ちょっとしたこういうステッチワークだったりとか襟のゴージの角度、刻みの感じ、上襟の寝方という部分が他のコートとは少し違った雰囲気には仕上がっています。ウエストのシェイプ自体も少し入れているような形なので、あのベーシックなシングルのチェスタータイプなんですけど、ちょっとグラマラスなシルエットでこうギュッと男らしい感じに仕上がっているコートになります。で素材が、リングジャケットのオリジナルで展開しているバルーンウール、バルーンを使ったタイプなので、すごいこう、スポンジな膨らみがある形で、まあ、ふんわりとしたタッチに仕上がっているのが特徴です。まあ、このキャメルのカラーリングもすごくいいので、まあ、ここ最近あのコートが割とこうカジュアルなコート、ラグランのコートがあの人気が出ていて、こういうチェスタータイプがちょっとこうカッチリしてるっていう印象がすごく持たれる場合も多いんですけど、まあ、こういった形でタートルミドルゲージの、セーターと合わせたり、まあ、スーツジャケット以外にもこういうジーンズに、セーターにこうチェスターコートって着こなしも使っていただけるかと思いますので、まあ、チェスターイコールちょっと堅苦しいっていうイメージではなくて、チェスターだからこそ逆にちょっとこう崩した着こなしも面白いかと思うので、まあ、こういうスタイリングもすごく素敵かなと思います。でこっちのポロコート、まあ、このポロコートの形自体は、まあ、数シーズン展開しているんですけど、まあ、少しずつディテールをこうモディファイしてやっていってます。まあ、数シーズン前は袖も通常の袖だったんですけど、まあ、こういうちょっとターンアップカフにしてあったりとか、モデルによっては以前はフレームドパッチのものもあったんですけど、こういうパッチ&フラップのタイプと、あと後ろが特徴です。まあ、これちょっとインバーテッドプリーツにボタンが結構こうついてるのと、セバンドついて、まあ、ポロコートならではのディテールを、散りばめてという感じですね。非常に味のある仕上がりでした。で、あとさっきの話もそうなんですけど、シングルのチェスターの方は、ステッチワークが、コバーと 0.9、まあ、1センチぐらいのダブルステッチになっているんですけど、このコロコートダブルチェスターのタイプは、コバーと 1.5、ステッチワークが少し幅をわざと太く仕上げていきます。それにより、まあ、よりこう雰囲気というかニュアンスが出るような形になってますので、まあ、ここまでこう太めのステッチにしているところって意外と少ないかと思います。で一般的に、ステッチワークだと、まあ、基本的にはコバに入れるか、まあ、ジャケットとかだいたい 0.5 から、まあ、0.8 ぐらい、
が中心なんですけど、まあ、以前やってたチェスターコートも大体まあ 0.7 から8ぐらいのステッチにしてたんですけど、まあ、ダブルであちらで小刃1ミリと9ミリっていうステッチに入れてるのと、まあ、こっちは1ミリと15ミリのところに入れているので、よりこう迫力のあるというか雰囲気が出るような形になります。まあ、こういうちょっとこうステッチワークにも少し注目して見ていただければ、まあ、ちょっと同じような感じなんですけど、全然こう比べると雰囲気というか味が変わっててすごくいいかなと思います。でこちらは素材がピアツェンツァのカシミア100の素材を使ってて、非常に柔らかい、まあ、ファインなカシミアを使っていってます。で前回もお話しさせていただいたんですけど、まあ、カシミアでも、まあ、それが悪いってわけじゃないんですけど、やっぱりこうピース台のこう生地を作って、それから染料にドボンとつけるやり方があるんですけど、そちらでいくと均一なこうソリッドなカシミアになるに対して、でこちらのタイプはトップ、とか霜降りの糸でいってるんで、色の奥行き感表情がすごくよく出てるかなと思います。まあ、フィニッシングだったりとか原料の良さもあるので一概にも言えないんですけど、まあ、いろんな生地屋さんとか、まあ、商品の企画もしてるんで話してると、まあ、大体皆さん、話してるのがやっぱりその一番ベースになるのは原料にいかにこう手を加えないか、一番もともとの良さを生かすのが、まあ、やっぱり一番いいっていうことなんで、まあ、その考え方で言うとやっぱりそのトップ紙っていうのは染料をザボンとつけたりとか後加工がすごくたくさん入らないので、まあ、やっぱりトップと、ピースタイのものと比べるとトップの生地の方が、まあ、若干風合いはいいケースが多いかなと。まあ、世界のラグジュアリーブランドだったりとか、とこうハイメゾンの使っているカシミアだったり、まあ、ウルのものもこういうちょっとこうトップ使いで、しかもその淡いトップ、よりこう染料をたくさん使わずにやっているものですね、ライトグレーだったりとかライトベージュのものが多いというのは、まあ、そういった意味合いもあるのかなと思います。でこの生地がすごくいい特徴としては、ちょっとこういうダブルフェイス調になっています。表がライトグレーで裏がベージュになってるんですけど、まあ、厳密に言うと、本当のダブルフェイスというか赤血紙で、2枚の生地を留めているものではなくて、虹折り的な感じになってるんで、こう剥がれるタイプではないんですけど、まあ、ただこれ後ろのベージュがいい意味でこの表のライトグレーのところにこう少し出てきてるんで、ライトグレーにちょっとこうベージュが混ざったような感じに仕上がってるのが、まあ、なかなかない表情というかすごくいい雰囲気に仕上がっているかな、すごいいい、まあ、ウェイトも400中盤ぐらいですかね、ぐらいなんでそんなに重すぎない、さらっと羽織れるコートに仕上がっています。この色違いが、グリーンも展開しているんですけど、グリーンの裏はこういうブラウンになっているんで、こういうブラウンのカラーが、ちょっとこう表のグリーンにも少しこう響いてきてて、グリーンの中にちょっと若干こうブラウンが見え隠れするような表情になっているのが、まあ、いわゆるそのピースタイジャブンとつけたようなカシミアの生地とは全く違う表情になっているかと思います。この辺りの表現はやっぱりイタリアのピアツェンツァはすごく上手だなと。まあ、今はちょっとね、そういう呼び方もしてないんですけど、本当に、まあ、結構前ですかね、もう20年ぐらい前だと、まあ、カシミアの三大メーカーと言われてて、まあ、ピアツェンツァ、ロロピアーナ、コロンボですかね、ぐらいが、まあ、最高のカシミアを作るメーカーとして言われてたんですけど、まあ、今はいろんなメーカーも作ってるんで、その名称だけではないかと思うんですけど、まあ、さすが、その、ピアツェンツァのカシミアだなと、なる一品に仕上がってるかなと。であと同じ頃で素材違いで、これも結構今店頭ですごい人気です。こちらは、カシミアじゃないんですけど、ドラゴシアのスカイフォールって生地を使ってて、スーパー180の原料を使った、コートになります。まあ、同じプロコートの型紙で作っていってるんですけど、こっちはスーパー180のウール、まあ、ほぼもうカシミアに近い、まあ、ひたすらちょっとカシミア以上みたいな繊維なんですけど、まあ、それをウールでやってるんで、すごいウールならではの良さもありながらカシミアタッチという形がすごくいいかなと思います。すごいいいです。まあ、ベーシックなネイビーのいいダブルのコートを探しの方にすごくお
すすめです。